はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は信長の野望革新パワープキと明智光秀本能寺の変プレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、安土城攻略、織田家の象徴たるこの安土城攻略を狙ったんですが、あいなく敗戦に終わり、現在は逆に攻められつつあるという状態です。敵の軍勢確認しましょう。まずは安土城から信雄と忠興、この軍勢約2万。これが今、大和郡山城に向けて出撃中というところですね。なので、まず大和郡山城の防衛戦から行っていきます。で、安土城、やっぱり硬くて強い城なんで、安土城に敵がこもっている状態で攻撃を仕掛けても、これを陥落させるのはかなり難しい至難の技だというのがよくわかりましたので、基本的な戦略はですね、大和郡山城で敵を迎え撃って引きつけている間に安土城が手薄になったらそこを叩くという作戦を考えていきたいと思います。なのでまずは、大和郡山城の防衛戦しっかり行って、その後大和郡山城を難攻不落の要塞というふうに作り上げていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。では敵を退けましたので、この大和郡山城難攻不落の、大軍事要塞へと作り上げていきたいと思います。まあ周りをぐるっと鉄砲やぐらで取り囲むというね、単純な施策にはなるんですが、すごく有効なので、早速取り掛かりましょう。しました。さあ、大和郡山城はご覧のようにですね、ちょっと名前ちゃいましたね、ご覧のように周りを、特に織田軍が進行してくるルート上に鉄砲やぐらを立てて、これでしっかり迎撃できる体制を整えていたところに、坂本城に敦賀から敵が出撃という情報入っています。長浜からも毛利勝長隊が出てますね。これらをちょっと撃破するためにですね、今回は御所から光秀も出陣していきましょう。うん、カズマスが死亡ですね。これはまあ合戦による死亡ではなくて、寿命による死亡ですね。光秀の寿命ももう長くはないと思っておいた方がいいのかな。織田軍は約4万ぐらいの軍勢ですか。3万から4万というパターンの軍勢ですね。坂本城は、まあ、数が決して多くはないので、なんとかで、持ちこたえなきゃいけないところですが、光秀の部隊が早くも退却。耐久も一気に削られてるな。援軍を出さなきゃいけないですが、援軍が出せるほどに余裕のある城があまりない。昇龍寺城は前線なので、これ以上兵の数は減らせないですね。その他でいうと、弓木城に2万5000、これも最前線なんですよね。石山城はともかく堺から出陣させますか。坂本城が落城しましたね。味方が捕らえられました。敵の軍勢がさらに御所に向かってくるか。まあ、ただ御所の守りは万全なので、まあ逆に御所で敵を迎え撃ちましょう。進め、やるな織田家。信長亡き後とはいえ相当強力ですね。さあ、信長亡き後、織田軍ですが、今度は難攻不落の要塞に仕立て上げた大和郡山城に攻撃仕掛けてきてますね。大和郡山城の難攻不落の城をご覧いただきましょう。まずは、まあ、改築中ではありますけども、耐久が12000、もうすぐ2万の耐久値になります。今4層天守へと改築中です。でご覧いただきたいのが、織田軍の進行ルートにずらっとご覧のように鉄砲やぐらを並べました。これでね、敵を迎え撃ちましょう。御所の方もなかなか厳しい戦いにはなってますが、守りきれそうではあります。やっぱりここまで矢倉を立ててあるので、この矢倉でね、敵をしっかり削っていくという戦い方ができるかなと思います。火薬の改良も今終わりましたけど、これは島津との、取引ですね。火薬改良もでかいですね。やってくれ。
はい、御所の防衛完了してます。すかさず修復しておきましょう。今までの山と郡山城とは大きく変わりましたからね。まさに天下無双の城へと仕上がってますんで、山と郡山城はしばらく安泰かな。で、坂本城は織田家の手に落ちましたけども、これも御所の守りは完璧なので問題はないかなというふうに踏んでいます。はい、今ね、島津がむちゃくちゃでかくなりました。もう四国は完全に制覇してますね。で、九州も、まあ4分の3は制覇。ただこの島津とは、同盟関係結んでますので、まあ当面の間の脅威にはならないかな、というふうには思っています。で、橋はもうですね、毛利を飲み込みつつありということで、毛利は衰退しています。で、織田家に関しては依然勢力保っているので、この織田家をね、なんとか撃破していこうというのが今回のプレイ目標になっています。で、徳川もね、北条を飲み込みつつありますね。勝家はなんとか、勢力を保っているんですが、一方で勝家と争っていた上杉は、徳川に食われつつあるという状態ですね。東北の方はほぼほぼ伊達の一強体制というところになりつつあります。さあ、では御所の方に軍をかき集めました。4万の軍ですね。で、さらに今敦賀に対しては柴田家が攻撃を仕掛けてくれているので、敦賀長浜方面からこの坂本安土への援軍はないと見て攻撃を仕掛けていきたいと思います。ただちょっと気がかりな点が一つあってですね、西の方を見てみると備中高松城、ここが今毛利側の攻撃にさらされてます。ただしここは岡山城と下津井湊から援軍を出してね、なんとか持ちこたえてもらえればいいのかなというふうに思っています。では早速安土城をもう一度攻略していきましょう。手始めとして坂本城を吊るし上げていきます。4万の軍勢でまず坂本城、その後安土城を攻略という形でね、段階を踏んでいきたいと思います。柴田軍がうまく、敦賀長浜を攻略してくれてたおかげで、このね、坂本城への援軍を出せない状態にしてくれたというのはめちゃくちゃ大きいですね。なかなかやるな。奮い立て。鉄砲の数が多いな。坂本城の鉄砲の数が思ったより多いので、ちょっと兵の減りが早いですね。全滅せよ。ただ正純もいるので、まあ、うまくここは計略系の戦法を使ってじわりじわりと敵を消していきましょう。戦法の発動タイミングがマニュアルに切り替えました。同士打ちから一気に敵を削ります。同士打ちはね、混戦になった時とにかく効果が大きいですね。今も一度に3000の兵削ってくれましたからね。今度は混乱、混乱から同士打ちとかね、結構大きいですよね。おお、足利義昭は今橋場家の家臣になってるんだな。坂本城の奪還ができましたね。ただ4万いた兵が6000まで減っているのでちょっとしんどそうですね。この後は安土城の攻略を視野に入れていきましょう。残念なニュースも一つあって、備中高松城が陥落してます。森側に移ってますね。岡山城と下津井湖、下津井湊、この2つの防衛をねしっかり行っていきたいと思います。出陣しました。さあ、毛利が今度は岡山城に攻撃か。岡山城の防御力耐久2万、兵力5000、
敵の数は決して多くないが、どうだろう、これは島津軍に援軍の要請を要求したいですよね。岡山城を失うわけにはいかないので、なんとか防衛のための戦力を出してもらいましょう。いや、むちゃくちゃ強いよな島津軍ね。でここに展開してるだけでもう10万近い軍勢展開してますよね。確認しましょうか。島津軍27万。いや、頭一つどころか二つ三つ出てんだ。羽柴軍が6万6千。毛利軍が2万5千。柴田軍が5万。徳川軍が17万。17万も大きいな。上杉軍が8万。伊達もでかい。16万。ですね。で、織田家が13万。で、我々が10万というところなので、まあ、もう大国しか残っていないっていう状態になりつつありますけど、この大国の中では、島津が頭一つ二つ抜きに出てますね。では、ちょっと方針を一時的に変えてですね、今、毛利がもう風前の灯火になってます。備中高松城に4000がこもるだけ。なので、この毛利の家臣団を一気に取り込みたいので、ここに出陣をしていきましょう。ついに、島津と羽柴がぶつかってますね。もうこれは島津軍が圧勝すると思うので、もうこの世の中は島津のものになりそうだな。まあ、ただ、織田家、安土城だけでも我々の手で落としましょう。で、その安土城からは敵が昇竜寺城に向けて出陣か。やるな。昇竜寺城の防衛戦力、まあ、十分とは言えないですよね。まあ、いわゆる細川藤高5000、前田源義5000という軍勢ですね。これは御所から援軍を出しましょう。昇竜寺城は落とされたくない城になってるので、まあ、しっかりとね、守りきれるように頑張ります。そして備中高松城の攻防戦です。備中高松城を落とせば毛利が滅びるので、毛利配下の諸将が我々の味方になる。まあ、今画面に映った木川元春なんかもね、最強クラスの武将となってますからね、楽しみですね。さあ、備中高松城はもう陥落寸前まで追い込みましたね。ちょっと気になる昇竜寺城の戦い見ておきましょう。昇竜寺城も大丈夫そうかな。なんとか防衛できてますね。ではこのまま、まずは備中高松城攻略しちゃいましょう。大和郡山城のね、要塞化という一番最初の目標はうまく達成できたので、この後は再び織田家どのね戦いに入っていこうというふうに思います。我が計略見破れるか。殲滅せよ。はい、備中高松城を攻略、毛利を滅ぼしました。まあここまでは順調だったかなと思います。まあ、ただ島津がね、まあ、味方ではあるんですが、予想以上に大きくなってきているので、まあ、ちょっと早めにね、やっぱり今回のプレイ目標である織田家、討伐という意味では安土城の攻略を急ぎたいというふうに思います。では今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。